コンサ g o グーグルより量子,量子コンピューターの研究に成功るあらゆる暗号技術が一瞬に解読できてしまうというそのようなそのような コンピュータータが発表されましたそのことによって暗号技術で成り立っていたビットコインの価格が急落し仮想通貨なんてもうダメなんじゃないかと結局量子コンピューターがもういよいよ実現可能となった。 結局は暗号技術で下支えさ,されていた仮想通貨はやはりもう使い物にならないのじゃないかとそのような憶測が広まりビットコインの価格が大幅に急落をいたしましたということでですね えっと、今日はですね、この昨日ね、発表された、まあ、o g l e の量子コンピューターについてね、まあ、ちょっと、ニュースを読んでいこうかなと思うんですね。で、ビットコインがね、昨日急、暴落してしまってね、もうどこまで下がんのかいって、またどこまで下がんのかいって感じですね。で、あとですね、坂田の方は、来月の19、21でいこうかなと思うんですね。19、20、21っていうことで、 えっと遠いですかね、ちょっとね、来月は沖縄も行くんですよね、9、10、11、12ってね、3泊4日でね、11月は、9、10、11、12って沖縄行くのでね、まあ、その前、その前でもいいんだけど、まあ、ちょっと腰を落ち着けてですね、で、えー、その前っつったら、来週、ちょっとね、間近になってしまうから、 ちょっと厳しいので、まあ、酒田ですね、えー、11月19、20、21と、でこれは水木金なんですけども、えー、水木金でね、行きたいと思います。2泊3日でね、行きたいと思いますので、えー、酒田の人ね <laughs>、えー、酒田の伊勢さん、酒田にお住まいの伊勢さんね、えー、と私までね、えーまあ、夜とか朝でもいいですから、 お電話ください。大丈夫かどうかね。まあこれも品質決定しましたんで、もう今日の夜、飛行機の予約、飛行機とね、ホテルの予約をもう今日の夜しようと思います。えー、ジェットスターで行くのでね、非常に安いんですけど、往復で、<laughs> 飛行機代金往復で1万円ですからね、片道全部合わせて5000円ですからね、まあ、むちゃくちゃ安いですよね、本当にね、どうしようもないぐらい。 ジェットスターは、ね、安いですよね。まあ、他に、ね、北海道とか沖縄行くときは、まあ、ジェットスターで飛行機と、ねまあ、ホテル別々に取るよりは楽天、えー、楽天でね、えっ、ー、と、ヤクシト安いですね、全日空とか JAL を,、ね、を使って、えー、ホテルも予約した方が全然安いですね、ジェットスターで行くよりはね。 行きやすいですただ、坂田はね、さすがにジェストストーで行かないと安くならなかったですね。はい。ちょっと誰も行かないようなとこかもしれないですね。あと、まあ、ラーメン店主さんね、ちょっともうわかんなくなっちゃったんですけど、私もそのラーメン店主さんの、えー、電話番号、携帯電話がね、載っている、えー、古い iPhone がね、立ち上がんなくなってしまったんでね、もうちょっと連絡取れないんですけど、 ラーメン店主さんもね、見ていたら、えー、私までご連絡いただければと思います。はい、それではね、えー、ホームページ、ウェブの方見ていきましょう。えっとね、これね、財布なんですけど、十五分足を1時間足にしようか。まあ、あの <coughs>、まあ、ずいぶん高値、高値からずいぶん落ちてたんですよね。だからこれ、 うん、それとか、1時間足ってよりさ、そうだなぁ、4時間足。ま冷やしにしてみるか、12時間足にしようか。まあ、12時間足でね、今年、高い付け <coughs> 今年ね、えっと、ここから上がってきたんですよね。4月2日から、抜く抜くと、ピョーンって一気に上がって。まあ、その前から上がってたから、ここにしようか、じゃ 3月26日からちょいちょい上がってきて、4月2日でバーキュンと上がって、バーッと上がってきて、1回押し目をつけて、6月7日ぐらいでね。だもうここで終わりなのかなと、97万とかね、99万、100万手前で終わりかなと思ったら、勢いよく抜けて、150万。149万。149万、150万ぐらいつけましたよね、これね。そして、まあ、こってきちゃったと。 怒っ,ってきてしまって、これどうすんのと98万、まあ、100万、あ割悪いかなと思ったら、またビヨーンって言ってですね、これ130万5000円ということでいいかなと。ほんでまた下の方行っちゃったんだけど、まあ、99万7000円ぐらい行ったけど、またここでね、117万とか、116万行ってたんですよね。で、まあ大体この辺で110万ぐらいで、おこれから上行くんじゃねえかって言ってたのが、下、ま、が、あ、った これね、大きく、これトランプ大統領の弾劾裁判ということのニュースが出てね、すごい下がって、えーまあ、下は82万ぐらいつけちゃったね、83万ぐらいか。つけて、もう一回上がろうかなって、94万ぐらいつけてた95万円ね、つけて、やさきにですね、えー、まあここ、ここ、ね、トランプ大統領の弾劾裁判に比べれば大したことないんですけど、まあ、 一気にね、今80万9500円ですけどね、まあ、80万円割れ、いくかっていうところまでね、つけちゃったんですよね。<laughs> で、ここは、まあ、ここのところね、えー、6月4日、6月5日につけたですね、まあ、ちょっと中断損ねと同じですね。で、ここを割り込んできたら、ちょっと次は、えー、75万円までですね、75万円まで割り込むと。 でそこを割り込んできたら今度はちょっとやばいですね。57万とかいっちゃうからね。まあ今回、なんでね、こうやって、ね、下がっちゃったかというと、まあ、誰かが逮捕されたってわけじゃなくてですね。まあこれコインポストさんなんですけど、まあビットコイン。え <coughs> <coughs> <coughs>、量子コンピューターですね。量子コンピューターが開発されました。開発。まあ 昔からね、量子コンピューターっていうのはあったんですよ。<laughs> まあ、20年ぐらい前からあったんだけど、世界でですね、だんだんと研究開発が進んでですね、まあ、一部は、えー、と実用化できるものもあるのかないのか、まあ、というところまでね、えっ、ー、と、言ってるんですね。<laughs> ただし、 えー、まだあの理論段階であって、ですねスーパーコンピューターよりは遅いものが多かったんですね。量子コンピューターというと、ですね量子超越性って言ってです、ね、で、えー、これ何なのかと、これね、<laughs> 読んでいっても読んでいっても分かんないよってことなんですけども、えー、米、アメリカ、グーグルは23日、量子コンピューターで電子超越性を実証したことを明らかにした。 公表された論文で Google 調査員が開発した量子コンピューターが最速のスーパーコンピューターを凌駕するパフォーマンスの実証を発表したと、えー。53ビットの量子コンピューターを発明。最速のスーパーコンピューターを使って約1万年かかる計算を、えー、200秒以内で完了したというと。まあこれちょっと大げさだっていう人もいるけど、IBM はこれ大げさだと。1万年かかんねえと。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、にあの2、3分で、2、3分で、 <laughs> まあ20分ぐらいね最速のスーパーコンピューターで20分ぐらいかかるのが3分ぐらいで終わったと12分って言ったかな12分でかかったのが12分かかったのが3分で終わったとそんぐらいだよと1万年かかんねえよとか言ってたけどね IBM はね <laughs> で公表された文書によれば世界最速のスーパーコンピューターで同様の問題を解いた場合解決するために1万年を要するというその数学問題とは基本的に乱数列の確率の計算をこれちょっと待ってくださいねはいすいません咳が止まらなかったんでね今チョコレート食べました はいでその数学問題とは基本的に乱数列の確率の計算を用いその乱数性の検証を行うというものだと。とね、これね、あのー、IBM はほら、解決まで2.5日しかかからないと発言もありと。<laughs> ごめん、12分じゃなかった。まあ、2.5日が、まあ、200秒と、まあ、3分ぐらいと。まあ、それでも早いよね。うーん。 こう読んでいってもしょうがないんですけど、結局はですね、まあ、ビットコインをはじめとしたすべての <laughs> 仮想通貨というのは、公開鍵暗号方式を用いてましてね、まあ、どんなに難しいですね、えー、暗号技術を用いても、えーまあ、量子コンピューターを用いれば、まあ、あっという間にねあの、解読できてしまうので、マイニングなんかもね、 あっという間にできちゃうし <laughs> その前にま解読できちゃうんでねあの世界中のビットコインとかね <coughs> リップルとかのコインとかね <coughs> 体のエイダとかをまあ全て一瞬でね自分のものにできるということなんですよだからまあこのまあ仮想通貨っていうのは暗号技術で成り立ってますから <coughs> いわゆる複製もできちゃうしね、そのまあ偽造ができてしまうし、す、え、べ、ー、ての暗号通貨を自分のものにも一緒にできちゃうから、あのやっぱり成り立たないよということを言ってるわけですね <laughs> で。量子コンピューターっていうのは、まああの今よりも速いコンピューターっていうねい、イメージで捉えてもいいと思います。ただ まあ、量子コンピューターの図解を見ると、まあ、いろいろね、これグー Google グでいっぱい出てくるんですけど、今のコンピューターっていうのは0と1の組み合わせなんですよね。で、0と1なんですよ。で、まあ、電、電気のね、電圧が、えー、高いか低いか、で、0と1を作っ、あの、見なしてるんですね。で、まあ、あの、電圧っていうとさ、アナログだから、 例えばさ、あのー、1ボルトか2ボルトかでね、判断してるというのであれば、1ボルトがロでね、2ボルトが1と、あ、ちょ,ちょ、ちょ,ちょ、そうだね。<laughs> じゃあ、0ボルトが0でね、1ボルトが1と、いうふうにあの考えたときにね、どうなるかというと、<coughs> 現在のコンピューターではですね、まあ、あの電圧が 0V の時は0と、1V の時は1と。で、途中ってあるでしょ ?0.3V の時どうするのとか、0.7V の時どうするのっつった試写購入してるんですよね。だから0.5より下だったら0、0V。0.51より上だったら 1V。 一じゃ零点五ぴったりだったらまあゼロというようにしてるんですよ。でそれをいろんな状態あるじゃないですか。その零点零点一ボルト零点二ボルト零点三ボルトとか零点零零一ボルト零点零零二ボルトだってどうするとかね。まあ全部あの丸め込み処理を行ってるわけですよ。あの四舍五入処理を行ってて零点一ボルト零点二ボルトでどうするってさそれも全部ゼロとで零点 7ボルトボルトは全部っって言って言んですよでも量子コンピューターっていうのは 0.0001V とか 0.2322554V だったらどうするかって言ったらそれをそのままねあのビット数に計算す換算するんですよだから今のねコンピューターっていうのはノン・フォーイマンさんが考えた0か1で計算,し計算してるからね どんなに素晴らしいスーパーコンピューターでも、ノフホイマン型なんですよ。これゼロか1のどっちかなんですよ。だから、あの、今皆さんのね、ノートパソコンの中でも、えー、CPU が4個入ってたり、6個入ってたりするでしょう4。4コアとかさ、6コアとか8コアとかいるでしょう。4コアとかね。まあコアっていうのは CPU の数なんですけども、これをね、並列に <coughs> 並列に、並べることでですね、 なんとか早くしようとしてんだけど結局は0か1の組み合わせなので、まあ、しょぼいって言えばしょぼいんですよでも量子コンピューターっていうのは、まあ、ざっくり言ってしまうとねざっくり言ってしまうとあの電圧っていうのはアナログだからあ,のあらゆる電圧っていうのがあるわけですよ0 00で0で0.132244563824ボルトとかねあるわけそのビット数 まあ、小数点以下、小数点以下、今回は58、ちゃち五53、今回は50小数点以下53だよね。53をあのやったわけですよ。そうすると、実は量子,量子コンピューターを用いると無限の、無限の演算ができるわけだってね。0と1じゃなくて、ゼロ今回は0と53の間、53進数、 を用いて計算したわけですよねそうするとあっという間にできちゃうわけですよ。でそれをね無限に、まあ、実はよあのこの世の中っていうのは無限じゃないですか。0と1の間に無限の小数点が存在するでしょ。0.000000 000 000とか0.58999って無限じゃないですか。<laughs> 数学は無限に存在す,するわけですよねこの世の中っていうのはね。 だからそれを用いればあらゆることが一瞬で解決できるよねっていうのが、まあ、量子コンピューターなんですよ。でそれはさ量子の世界だからそれはまあその通りなんだけどそりゃそうだろうの世界なんですけどえっと実際にはさあの頭で分かっててもそれを実現するのは難しくてですねそのリチ,リチウムイオン乾電池 で今回、ノーベル賞を受賞されましたけども、あれも40年ぐらいかかってるんだよね。40年、50年ぐらいかかってるんですよ。その理論から、理論的にはできるよねっていうところから、実際に、じゃあ、あのえっとにあの、日々の日常でね、使えるようになるためには、50年ぐらいかかるんですよ、あの本当に。 <laughs> 僕も三菱電機いたからよくわかるんだけど50年ぐらいかかるんですよねこれこう,こういうことですよねうんまあまあこれもちょっと違うんだけどイメージがちょっと違うんだけどこんな感じ <laughs> だからまあ50年のうちのまあ20年ぐらい来たかなって感じですねはいあの量子コンピューターねあと30年ぐらいするとえっとまあ実用化される んじゃないかなと思いますね。量子、量子力学だから、あの、フレーディング、シュレディンガーの波動方程式なんですよね。だから、電子の位置を測定しようとすると、あの、質量がわかんなくなるし、質量を測定しようとすると、位置がわかんないんですよ。で、それを逆に応用してですね、コンピューターを作ると、早いのできるよね。って言って、それはもう、もう何十年も前から、僕が、 大学の時からあのそ,うそういうアイデアはありました。論文もねたくさん発表されて、でそれをえ実用化するのが、<coughs> えっと、まあ、あの <laughs> 民間企業、民間じゃないけど、なんていうのかな、あのまあ、インダストリーですよね。工業化ですよね。工業ですよね <coughs>。インダストリーで、これ理論物理とか数学とか理論物理をやるのはですね、まあ、大学とか。 研究所がやるんですけどあの実際にですねじゃあそれを目に見えて手に触れるものにするにはものすごい大変で、まあ、100年200年かかったりするわけですねでそれの、えー、ちょっとしたものがですねちょっとできたよってことで <coughs>、まあ、今回 Google の,の方でねちょっとできちゃったよねっていうことですね でまああのまあ、いわゆるですねこう仮想通貨がこ落ちたっていうのは、まあ、あの投資家がねびっくりしちゃって、まあ、ビ,ビットコインを売ったわけですよね。<coughs> でも実際にはじゃあその、その量子コンピューターが本当に出来上がってねでじゃあビットコインをあの解読してね自分のものにするとか悪さするっていうのはもうあと30年とか40年かかるんですよ。 本当にかかる。本当にかかるんですよ。で、しかも、汎用、汎用コンピューター、まあ、専用コンピューターも30年ぐらいかかるんですね。で、その、その後にね、その、汎用コンピューターって言ってね、あの家庭用コンピューターみたいに、Windows の OS を載せてね、で、その上に、まあ、ソフトウェアとかアプリケーション載せてね、アプリでね、載せて、何にでも使えると。ゲームでも、表計算でも、<coughs> 電卓でも、 えっと、ワープロでもね、インターネットでもね、えー、動画再生でもね、何でも使えるようにする、汎用コンピューターにするには、さらに多分20年は必要なんですよね。だから、今から50年ぐらいかかるんですよ、そのビットコインを解読するにはね、あの量,子量子コンピューターで。なので、全然問題ないです。問題ないです。だから、ピョンってね。 戻っちゃうと思うんだよね。っていうか、<laughs> このビットコインが出始めたときから言われてたから、あの、いつかね、量子コンピューターが出たときに、そう仮想通貨って暗号技術で作られてるから、解読されちゃうんじゃないかってずっと言われてるから、でも上がってきてるから、全然大丈夫だから。で、これはね、上がると思います。ビューンって年末にかけて。はい。 で上がるためには1回下がなくちゃいけないからね、まあだいぶ下がっちゃったけどね、80万円ってね、まあ、びっくりして売った人もいると思いますけど、これ握りしめれば、もうあの全然、はい、上がるんでね、大丈夫です。はいあとね、ちょっと言いたかったのがあってですね、<laughs> まあ最近年末だからかもしれないんですけど、あの、まあ、借金がねたくさんある。 できちゃってどうすどうして返済していったらいいかわからないっていね話をたくさん聞きますそれでですね <coughs> <coughs> まああの仮想通貨でたくさんお金を使ってしまってねなくなっちゃったとかえー、っとまあ FX やってねまあ もうお金なくなっちゃって、本当にまずいんですけどと。どうしたらいいですかって話でね。まあ、あのできれば <coughs> 返済した方がいいですよね。一括、一括とか、まあ、ゆっくりでもいいからね。今のままね。うん。あとは、まあ、毎月だましのだましでも、クレジットカード会社とかね。まあ、ノンバンク系。まあ、アコムとか。あと、どっか書借りてるのかわかんないですけど。 まあ銀行系カードローンもありますよね。みずほ銀行とかむちゃくちゃ貸しますよね、今ね。まあ、あと、まとめローンでやったとしても、まあ、毎月の,あの金額はあんまり変わらないと思うんですよね。うーん。まあ、ただ、振り込み金額ですり安くなるし。うーん。で、まあ。<coughs> まあ、あの、 ちょっとあの一番いいのは、ですね各クレジットカード会社とかえ、銀行カード、銀行に電話してですね、ちょっと、あの毎月のね返済金額をちょっと減らしてくれないかと。まあ、それ、金利かかってしまいますけど、まあ、それでですね、まあ、1、2ヶ月、3ヶ月やり過ごして、それでですね、<coughs> まあ、定食ついてなければ定食につくと。 で今、賃金安いんだったら、ちょっと転職をして、えー、賃金の高いところにですね、まあ、あの転勤あの、転職する、あとは、まあ、そういうのができないのであれば、副業ですね、アルバイトでもいいと思いますから、えっと <coughs>、アルバイトでもね、いいと思うの、ね、で、ちょっと辛いかもしれないけど、まあ、半年、1年、2年ぐらいですね。 えちょっとは夜、まあ、仕事終わったあとアルバイトしてですね、えー、ちょっと返していくというのが一番いいんですね。で、本当にもうちょっと疲れくてね、だ、え、め、ー、だという事あると、あとはあれ、<coughs> 親 <coughs>、親とか兄弟に薪を入れてですね、ちょっと一括で返したいから貸してくれと、500万ぐらいね。 あとで,でゆっくり返すという。まあ、金利があると、まあ、倍ぐらいになっちゃうからね、これ金利高いから、クレジットカードとか、銀行の金利がね、高いんで、まあ、500万返すのが1000万になっちゃうからね、そしたら、まあ、ちょっと、親とか兄弟とか友達に、まあ、借りて、金利を、金利分を止めるというのも一つの手ですよね。で、やっぱり、あの、一番やっぱりやばいのがですね、 あ,のあれなんですよね、あのえーとまあ、3つあるんですけどね、自己破産と <coughs> 個人整理と、まあ、いろいろ3つありますよね。えーとまあ、自己破産というのは、まあ多分そこまでしなくて大丈夫ですねで。任理整理と個人再生と自己破産ってあるんだけども、まあ、自己破産は結構大変ですね。10年間 ブラックリストに乗ってしまうので、あの住宅ローンも関西年、あの、完済してから10年だから、完済するまでに5年かかると15年後なんですよね。<laughs> そうすると住宅ローンも組めなくなるし、車もローン組めないんですよね、まあ。もちろんクレジットカードも使えないので、非常に厳しいです。あとは、えー、っと、金融関係の仕事もできないし、調べるからね、個人情報ね。 金融関係とと <coughs>、警備員、警備会社の仕事もできないんですよね。そこら辺でちょっと、ちょ,ちょっとしんどくなるんですよね。で、普通にこの任意整理と個人再生は、えー、っとブラック、普通のブラックリストを乗って5年間ですね。あのブラックリスト乗ります。えー、自己さんは10年ですね。で、これ辺でどうするかってことなんですけど、僕が、<coughs> えっと、まあ、あの、おすすめするのはですね、えっと、あの、500万ぐらいなら、500万ぐらいなら、なんとかかき集められないかなと思ってるんですよ、僕は。うん。一人50万で、10人に頭下げてね、あの貸してくださいって言えば、ちょっといつ返せるかわかんないけど、3、4年後ぐらいには返せるようにしますからっていうふうに言ってね。 50万貸してくれませんかともう死ぬかもしれないんでって話で,で10人に頭を下げると知ってる人ねで500万はあの集まると思いますどんな人でもねはいあの高校の,の時の先生でもいいしあのクラブ活動の時の先輩でもいいしね、まあ、そ,れあのそうしないとブラックリストに乗るとね しんどいんですよ。実は僕も昔ね、若い時に、ちょ、ちょっと手違いがあって乗っちゃった時があるんですよ。ちょっとした手違いでね、数万円の手違いでね、乗っちゃったんですよ。でね、僕の後輩ね、前、<coughs> 経営コンサルティングやってた時の会社で、僕が入社させた後輩がいるんですけど、そいつはね、たった50円ですよ。たった50円のクレジットカードの、 えーと支払い請求を忘れてたんだよね、50円、そして2ヶ月間、無視しあの忘れてたら、ブラックリスト乗っちゃってね、住宅ローン組めなくなっちゃったんですよ、それでね、しょうがないからね、アメリカのねなんとかかんとかってヘンテコリンなね、住宅ローンを組まされて、金利がね、あれですよ、3.8%ぐらいありましたからね。 その頃も住宅ローンの金利なんて0.8%ぐらいの時代が嫌だったんですけど、3.8%ですよ。恐ろしい金利ですからね。住宅ローンって何千万って契約しますからね。はい。<coughs> まあ、しかもそれで年代保証人取られて、えー、土地、まあ、担保なんかも取られますからね。とんでもない、えー ま、とにかくブラックリストっていうのはあの住宅ローン組めないのが基本ですから、はい、しかもそれ50円だったからまだねアメリカのヘンテコリンなところで住宅ローン組めたんだけどそれがもうあれですよ100万200万とかなっちゃうと、まあ、どこも組めないんですよね <laughs> うんで非常にねしんどい思いをすると思うんですよねはいそれでやっぱりねしんどいですうんで まあただブラックリスト乗っちゃった人もたくさんいると思いますからねそういう人はしんどいながらも一生懸命現金商売でや、まあ、あとはデビットカード決済でねやってると思います <laughs> まあデビットカードが1枚あれば別にクレジットカードと同じなので何のね、えー、不都合もないんですけどもう現金があればばこそなんですよねで現金がないとやっぱり人生の途中でお金を借りなくちゃいけない時って たくくさんん出てくるんですよね子供もが、まあ、中学受験するとか高校受験するとか大学受験するとかねあと大学合格しちゃったとかねそしたら大変なことのお金借りるじゃないですか中あの教育ローンとかねなので <coughs> あのやっぱりねブラックリストは僕もブラックリスト乗って5年きつかったですね本当にきつかったですねでまああの週 就職するときとか転職するときとかも、まあ、調べる会社と調べない会社がありますからね。はい。あの、ブラックリスト載ってるかどうかね。で、まあ、あの、うどうどうど,どするわけですよね。ほとんどの会社調べたりするからね。う <laughs> どうどしますからね。ですから、あのほん、まだね、ブラックリスト載ってなくて、なんとかまだ返済、ギリギリ返済してるっていう人がいるならば、まあ、親、兄弟、 親戚、友達、先輩、後輩、あのーまあ、1人10万でも5万でも10万でも毎日駆けずり回ってですね、500万、借金あるんだったら500万ね、なんとか、それが仕事だと思って、えー、かき集めた方がいいと思います。はい、中小企業の社長なんていうのは、毎月末、それやってるからね。 毎月お金足んないから、知り合いんとこ行ってですね、社長貸してくださいとか、すいません、親にね、泣きついたりね、あの、ま、とんでもない借金してますからね。ま、もちろん金融機関じゃもう貸してくれないから、それ友達とかね、親戚とか頼ってですね、行ってるわけですよね。ま、もちろん闇金なんかにも手出しちゃったりしてますからね。それに比べればまだ、個人でね、 借金してるんだって闇金に手出してないのであればあのいいと思いますねそうしないと、まあ、信用、まあ、金融っていうのは信用で成り立ってるんでね信用がガタ落ちなんですよね、はい、信用ってその人間人間性を疑ってるわけじゃないんですよあの信用情報って言ってブラックリストに傷がついてると、まあ、信用、まあ、信用人間的には信用してるんだよ ただお金は貸せない人だねっていうふうになってるだけなんですよ。それが本当にきつい。どこ行ってもきつい。就職の時もきついし、だから,だから転職の時もきついし、まあ子供がね、うん、なんかもう、まあとにかく、その、お金が借りられない。ね、まあ、子供の入学式の時に、まあ一丁らを買ってあげられない。まあ、いろんな苦労しましたから。えー、だ,だからね、 恥をね、あの、書いてですね、えー、まあお金をかき集めるということがいいと思います。そんな、もうね、死んじゃって子供もまだ、ね、小さくて、で、なんとか頑張りますんでって言ったらさ、まあお金貸さない人はいない、いないと思うんですよね。まあない人は貸せないかもしれないけど、わかったっつってね。で、一生懸命汗かいてね、涙流して、 えー、一生懸命懇願することがいいと思いますね。うん。<coughs> かっこつけてると、あのまあ、時間が経ったらこんなすぐに裁判になっちゃうからね、あの裁判所からですね、借金返済の裁判、えー、されちゃいますからね、まあ、その前に、はいあの借,金借金がですね、えー、違うところにね、 えー、売却されてしまうのでね、時間があんま経せば経つほどやばいことになりますから、気をつけてください。んで、不要意にですね、債務整理はしない方がいいですね。ブラックリスト乗ってしまいますし、弁護士費用が、えー、かかりますからね。債務整理をすると、あの、まあ、金利が止まりますよね。確かにね、金利が止まります。そして、<laughs> えっと、まあ、まあ、任意整理。まあ、個人再生と自己破産っていうのは、あの、全部ね、えー、自分の、えー、財産。まあ、自己破産自分の財産全部投げ出さないといけないから、年建物とか車とかね、ちょっとやめた方がいいですよ、これね。あの、家族にも迷惑かけるんでね、基本的にはまあ離婚みたいな感じになっちゃうからね。で、個人再生か任意再生か、どっちかなんだけど、 個人再生はやっぱり <coughs> 借金すべてについてやんなくちゃいけないから、任せるのがいいんですけど、まあ、どの道ち任せるでもですね、えー、っと、ブラックリスト載っちゃいますから、あの非常にね、厳しいですね。すごく厳しいので、ここはあれですね、着手金1件当たり3万円ですね。うん、減額報酬ゼロですね。だから着手金だけですけどね、ちょっと高いよね、普通。1万5000円でやってくれるところもあるからね。 うん人生理ね。個人再生は33万かかると。自己破産は27万。税抜きですね。うーんだから、ま、人生理なんですけど、大体はね。厳しいからね。あのなんとかあの親族でお金をかき集めてですね。あと友達とかね。それで頑張ってください。そうしてるうちにですね、今までの自分が、まあ、どこが悪かったのか。 うん、どこに、えー、甘んじていたのかと。そしてやっぱり今後ね、どういう風にやって人生を立て直していくのか、お金を立て直していくのかっていうのが見えてくるんですよね。だからその、まあ、努力をすることによって、その後の人生を、まああの、自分はね、えー、っと、勇気を持ってですね、 勇気を持って生きていけることができます。そして、もう二度とね、借金問題で、えっ、ー、と、苦労すること、お金の問題でね、苦労することがなくなると思います。またね、ここでね、不要に任意整理とかやってしまうと、また、また借金がね、溜まってしまいますから、一度ね、ここで汗をかいて、すべての毒を吐き出すのがいいかなと思います。それではね、今回は、 Google がね、量子コンピューターの研究に成功したけれども、まあ、あの、本当にね、ビットコインの解読に成功するためには、えー、多分30年ぐらいかかると思いますね、今からね。なので全然大丈夫です。その頃にはまた、あの仮想通貨も、また姿、形変わってますからね、全然大丈夫です。それでは、これで終わります。ありがとうございました。失礼します。